どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はね、速報ということで、成田空港第1ターミナルに、プライオリティパスの対象のレストラン特典のお店、2つね、追加になりましたということで、本日はね、こちらの解説と、またね、6月に入りましたので、プライオリティパスのね、おすすめのクレジットカードまとめも、一緒にね、やっていきたいなと思います。 ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。えということで、こちらね、公式サイトになりまして、プライティパスえ、東京成田国際空港の、今回増えるのは第1ターミナルですね。で、今までね、この IASS のスーパーラウンジ、確かノアだったと思いますけれども、まあ、こちらね、結構、 座席数が少なくてですね、利用しづらかったわけなんですけども、今回ね、お食事どころということで、二つね、増えております。こちらはね、ISS のエグゼクティブラウンジ。こちらは制限エリア外にありますので、航空券さえあればね、利用することができるんですけども、こちらはね、ビール一杯とソフトドリンク。こちらは、えー、お酒と軽食もいただけるっていう感じですね。で、今回ね、二つ追加になりまして、えー、詳しくね、 見ていきたいなと思うんですけれどもえ、ジャパニーズグリル、クラフトビア立つ。いや、いいですね。クラフトビアっていうもう響きがね、本当にもうすでに最高ですね。はい。で、こちらね、ちょっと英語になっておりますので、 日本語役にね、ちょっとディープの方に訳させていただきたいと思うんですけども、えまず営業時間は毎日12時から18時、結構短いですね。お昼から夕方の6時まで空いているっていう感じですね。で、クラフトビール、日本一、パニーズビのル、海暮れ越ができるお店みたいですね。で、所在地が東京成田国際空港第一ターミナルのエアサイド国際線トランジット出発フォロワー3階、免税店レストラン内にあるそうです。場所はちょっとね、後で見ていきたいなと思うんですけども、 え、利用条件ですね。カード保有者は最大2時間の滞在にラウンジ資格使用し、同日内レストランが指定する3400円相当のセットメニューを1品ソフトディールアルコールドリンクを含むを利用することができますということで、こちらセットメニューみたいですけども、セットメニューがどんなのかっていうのはちょっと記載がないので、これは行ってみないとわからない感じですかね。 はい。まあ、好きなメニューから注文できればね、いいんですけども、セットメニューっていう記載がありますね。カード保有者は既存のラウンジ利用割り当期間内1回を利用し、該当する場合、カード保有者に正規が確認されますということで、このプライオティパスのラウンジはね、回数制限がね、あるものがございますので、まあ、1回を利用して、これ、こちらを利用することができる感じですね。だから、回数制限のあるものに関しては、1回のね、利用分を使うっていうことが書いてあるんですね。 ま、それ以外なんかあるかな。あ、入店から6時間以内は再訪問することができませんということで、まあ、何回も行ったり来たりはできませんよ。え、大人同伴7歳未満の奥様は無料で利用することができるようです。こういった感じでね、利用することができるジャパニーズクラフトビア立つということで、こちらの公式サイトをね、ちょっと見ていきましょう。 はい。これがね、成田空港の公式サイトでいい写真ですね。これもね、飲み比べができるということで、ウェブサイトはね、ちょっと後で見ましょうか。こういった感じで、クラフトビア3種、トンカツ定食、担々麺とか結構いろいろあるみたいですね。あとベジタリアンメニューとかもあるのかな。はい。こんな感じになっておりまして、まず場所ですね。第1ターミナルの出国審査の こういった後の場所になりまして、ちょうどね、こちらにあるみたいですね。一風堂の隣の隣の隣。まあ、こちらも多分通ったことあると絶対思うんですけども、まあ、ここら辺にある感じですね。で、公式サイトがね、こちらになっておりまして、えっと、こんな感じのね、雰囲気なんですね。ちょっとメニューを見てみましょうか。ああ、いいですね。東京隅田川ブルーイング。はー こういろんなビールを取り扱ってるみたいですけども、まあ、今回セットメニューなんでね、ちょっとこれはね、行ってみないとわかんないんですけども、どんな感じのセットメニューなんですかね。一応3400円分で、まあ、好きなように注文できればね、非常にいいんですけども、まあ、ちょっとね、こんだけビールがあるんだったら、いろいろビールを楽しみたいところはございますけども、まあ、こんな感じのね、メニューが利用することができます。よステーキとかね、刺身とかこんなのもいただけるんですね。いや、これはちょっとね、 できるだけ早くね、利用したいところですね。ま、あこちらが、成田空港第一ターミナルに、プライティパスね、新しいレストラン特典の、お店で、追加になりました。それでは次ですね、ミートディッシーズ焼き、すき、ヤンマって読むのかなはい、こういった形になりまして、プライティパスでね、対象のレストランがもう一個追加になって、 おります。こちらね、ちょっと私ね、制限エリアだと思ってたら、こちらね、一般エリアっぽいですね。ちょっとこちらね、焼くさせていただきましたけども、営業時間が朝の10時から6時半までですね。で、場所は東京成田空港第1ターミナルランドサイド4階レストランショップフロアにありますということで、上質な輪牛を鉄板で焼き上げる焼きすきがいただけるみたいですね。で、こちらが、 え、利用条件ですね。カード保有者最大2時間滞在にラウンジ資格を使用し、同日でレストランに指定する3400円相当のセットメニューを1個、ソフトドリンク、アルコールを含むを利用することができます。え、ワンサッティメニューの提供は、カード保有者の既存のラウンジ回数を1回利用するっていうやつですね。で、重要なところはこちらですね。先ほどと同様、留店から6時間にレストランを再訪問することができません。大人同伴の7歳未満のお子様は無料っていう感じですね。 まあ、こういった感じでね、利用することができて、で、セットメニューがですね、こちらもね、記載がありませんので、まあ、どういったものが実際利用できるのかっていうのは、えちょっとよくわからない感じですね。一応3400円のセットメニュー、アルコールを含むがね、利用することができるみたいなんですけども、まあ、これが利用できるのかなまあ、ちょっとね、こちらはわからないですけども、まあ、こういった感じでね、利用することができる感じに、 なります。で、場所なんですけども、こちらですね。第一ターミナルの、えー エリアになりますすんででで保安検査前でね利用るることができるとがきいうことでいや、これはいいですね。ということは、あれですね、国内線でも利用することができると思いますので、まあ国内線でね、成田空港を利用する際も、第1ターミナルによってこちらね、利用してから国内線乗るとかね、まあ第3ターミナルにもね、ボテ重ありますけども、まあこちらもね、利用することができてしまうっていう風になりますんで、これはめちゃくちゃいいですね。 トンカツ新宿サボテンの隣にあるみたいですね。はい、こちらがね、今回追加になりましたということで、一応ね、公式サイトをね、えー、見てみましょうか。あ、こんな感じになってるんですね。焼きすき、あ、焼いたすき焼きみたいな。そんな感じですかね。いや、これはめちゃくちゃ美味しそう。3400円でどれぐらい食べれるのかちょっとわかんないですけども、 え、ひとまずですね、こちらのお店の焼きすきがですね、プライベティパスでね、利用することができるというふうになりますので、え、焼きすきとは、ヤンまでしか食べられない、え、牛肉のムむを閉じ込め、美味しく食べられる肉料理ですということで、いや、これはやばいな。<laughs> いやーいいですね。これが成田空港第一ターミナルで利用することができるようになりましたということで、えぜひね、今後成田空港を利用する予定のある方は、まあ、ひとまずチェックイン前にこちらで一回食べてえ、チェックインした後にえ、こっちを食べる感じですね。まあ、ちょっとね、あの、かなりお腹いっぱいになりそうですけども、いやあ、プライティパスの旅がね、また楽しめそうですね。 はい。ということで、えー、今回ですね、6月になりましたので、プライティパスのね、えー、付帯している年会費が安いクレジットカードまとめ、えー、一緒にね、紹介していきたいなと思うんですけれども、正直ですね、前回とほとんど変わっておりません。変わっているっていう点としては、もともとですね、こちらの MUFG プラチナカードとか、静岡銀行セゾンプラチナとか、アポロスプテーションセゾンプラチナ、ここら辺のですね、案件、ポイントサイトの案件が、えー、去年までね、えー、結構あったんですよね。こちらは 23,000分なんで初年度年度会費実質無料え静,あ静岡製造を指定しました。こちらはね、未だにポイントサイトアピタスにあります。それがね、こちらになるわけなんですけども、静岡製造の製造。 静岡セゾンプラチナアメリカンエクスプレスカードということで発行していただいて、えー、っと、5000以上ね、ショッピングしていただけば2000に、22000分のポイントがもらえますので、そのまんまのポイントがもらえて現金化していただければ、こちらね、少年度実質無料で利用することができます。一応こちらね、概要欄に載せておきますけども、これ以外のクレジットカードですね、MUFG とかアポロステーションプラチナとかね、こちらに関してはもうね、ずっとね、もう半年ぐらいね、あったんですけども、こちらね、今消滅してしまっております。あと m ufg QFG プラチナカードに関しても2万3000分の案件がね。 え、ずっとあったんですけども、今こちら5000円ぐらいまで下がってしまいましたので、ここら辺のクレジットカードはですね、まあ、いつ発行していただいてもね、いいのかなと思うんですけれども、この MUFG とアポロステーションプラチナ、こちらだけはね、またポイントサイトの案件が復活するか、まあ、しばらく様子見て、あまりにも出なさそうだったら、もう初回避食らう加護でね、発行していただくしかね、ないのかなっていうところですね。静岡銀行セゾンプラチナに関しては、家族カード1枚無料でね、家族カードに関しても、プライティバスね、 こすることがでできますのでこちらもね、非常におすすめです。そちらにもね、この無制限で利用することができますんで、こちらね、あの、カード入会ディスクでね、確認しておりますので、えこれね、不思議ですよね。静岡銀行のセゾンプラチナは、 こういった対応でね、利用することが家族カードもできるんですけども、本家のセゾンプラチナとかね、本会員だけなんで、なんで家族会員がね、静岡銀行セゾンプラチナだけ利用できるのかはよくわからないですね。これね、聞いた時にですね、あの、こっちの方はそういう対応ないのになん、あの、こっちは本当にそうなんですかって言ったら間違いございませんって言われましたんでえ、間違いなく家族カードも1枚ね、無制限で、え、プライティバスで利用することができますので、今家族カードを利用されたいっていう方は、静岡銀行セゾンプラチナがね、いいのかな っていうところですね。で、このアポロステーションプラチナに関しても、今ね、案件はないんですけども、年間300万円の決済でね、次年度無料になりますので、まあ年間300万ね、あの、こちらのカードに突っ込める方はもう年会費無料でね、プライティバパス、えー、利用することができて、家族カードもね、えー、プライティバパス、えー、利用することができますので、 今私はね、こちらのえプラチナビジネスの方ね、今持って今使っているわけなんですけども、え家族カードもですねえ、利用することがね、できますので、こちらはね、ちょっと今案件ないのはね、残念ポイントですけれどもえ、年間300万突っ込める方で、まあ初年度食らってもいいっていう方は今発行してもいいかもしれないですね。今、家族カードで一番おすすめなのはセゾンプラチナ、もしくは UC ですかね。こちらね、ポイントサイトの案件もありますし、初年度年会費無料キャンペーンもやっておりますので、 ポイントサイトを使って実質無料で使うか、年会費無料のホームページから発行して16,500円初年度かかんないか、みたいなね、そんな感じで利用していただければなと思います。家族カードもね、年間6回まで利用することができますんでね。で、上に関しては個人のみの方ですね。で、下はね、家族カードを入れたっていうところで、セゾンゴールドアメックスカードは先日ね、動画にもしましたけども、初年度年会費無料で年1回使えば次年度も無料で、プライティパスの費用が 11,000 11追加していただければ個人はね無制限ででプライィパスで利用すすることができますその時にですね、こちらのカードを作らなかったよっていう方は、セゾンゴールローズゴールドアメックスカードがおすすめです。こちらもね、同じようなカードなんですけれども、初年度年会費無料で、年1回使えば次年度も無料で、プライティパスね、追加費用が 1一万一千追加していただければ無制限でね、利用することができるプライティパスゲットできますので、これから発行される方はね、こちらがおすすめです。初年度もね、完全無料で利用されたいっていう方は、セゾンプラチナビジネスですね。初年度ね、年会費無料で利用することができて、こちらはプラチナカードなんでね、プラチナカードならではのコンシェルとかもね、利用することができるっていうふうになりますので、初年度年会費無料なのはね、あのビジネスカードのみなんですけども、このビジネスカードはね、あの誰でも発行できる、会社員の方でも発行できる。 こうできるビジネスカードなので、まあこちらはね、初年度完全無料で使いたいっていう方は、まあ本会員だけにはなりますけどもね、おすすめですね。一応ね、JAL マイルの還元率が1.125%還元になりますけれども、まあセゾンマイルクラブね、解薬になりまして、えー、プラス5500円ぐらいね、年費かかりますので、この点はご注意ください。で、エボスプラチナカードも、えー、おすすめです。エボスプラチナカードは招待制のカードになっておりまして、 え、ゴールドカードをずっと使っていると、招待が来る。招待が来ると2万円で発行できる、え、プラチナカードっていう風になります。そのまま普通に発行すると年間3万かかるんですけども、招待だと2万っていうところですね。で、こちらのカードはね、年間100万円使うと、 2万ポイントがもらえるボーナスポイントプログラムがあるんですよね。こちらは2万ポイントを獲得して毎年ね。それをね、年会費に集めしまえば、まあ実質無料でね、利用することができるっていう風になりますので、エポスプラチナカードもね、個人のみにはなりますけどプライティーパス無制限で利用することができますし、コンシェルトとかも利用することができますので、こちらもね、おすすめです。次に JCB ゴ、えールドプレミアですね。こちらは、えー、どうしても年会費を安く済ましたくて、めんどくさくてもいいよっていう方はこちらがね、おすすめです。 こちらね、招待制のカードになっておりまして、年間200万円使っていただくか、もしくは2年連続で100万円使っていただくと、招待がもらえて、あ、この招待もらえるのは、こちらの前の JCB ゴールドをこちらね、使っていただくと、こちらのね、ゴールドザ・プレミアの招待がもらえるっていう感じですね。で、こちらの JCB ゴールドザ・プレミアっていうのは、年会費が1万1000円。で、何にも利用しないと、サービス年会費5500円が取られるっていうふうになりますので、 何も利用しないと16,500円取られるんですけども、前年100万使えば無料になります。で、こちらのクレジットカードはですね、まあ年間100万使えば1万1000円で維持できますよ。 プライティパス無制限でつくんですけども、JCB のゴールドカードなので、スマリボね、設定していただいて、年間1回使っていただければ5000のね、割引を受けられますので、年間6000円でプライティパス無制限が維持できてしまうクレジットカードということで、多分現金決済で一番安いカードはこちらになります。ですけども、えスマリボをね、登録して利用しなきゃいけないのに、年間100万円は使わなきゃいけないっていう風になりますんで、 ハードルは結構高いんですけども、ちょっとめんどくさいのでね、あの、スマリボほっとくとね、リボ払いでね、手数を発生してしまいますので、まあそこら辺も繰り上げ返済とかもね、しなきゃいけないんですけども、 手間間をかけてててもいいっていっう方はこちらねね円でで、ね、年間維持できてしまううっていう風になりまます,すすめですすででおめかね、まあ、こういった感じになりまして、まあ、一番楽なのはどれなのかなやはり、セゾンローズゴールドで11000払って、プライティバス追加してね、万1 0 0 0使うのが一番楽ですかね。まあ、それがセゾンプラチナビジネスで、まあ、1年間無料で使ってみたいなね、そんな感じでもいいかもしれないですね。私はというと、えー、この前までね、この UC プラチナカード持っておりましたし、今はね、こちらのセゾンプラチナのビジネス 使ってますんでまぁ、あ、これの pp でね入会しておりますその前までは、えー、セゾンプラチナビジネス使ってたり一応ねセゾンのあのゴールドアメックスの年会費優遇型持っておりますのでまあ今後どうするかちょっとねまだ考えてないですけれどもまあ、私はねまだこのポイントサイトの案件は結構渡り歩いておりますのでまぁ、あ、まだねこれ発行してないんでね多分今年はこれを発行してひとまず1年間は えー、プライティバスね、しのぎごうかなって思ってるところですかね。まあ私みたいにですね、あの、ポイントサイトの案件で実質無料なのを渡り歩くっていうのも、まあ結構いいのではないのかなと思います。私ももうしばらくずっとプライティバスに関しては金を払ってないっていうところですね。はい、UC カードもね、初年度年会費無料か実質無料で発行いたしましたんでね。 はい。そんな感じになっておりますので、あの、公式サイトあるものに関しては概要欄に載せておきますので、お好きなクレジットカードをね、発行していただければなぁと思います。まあ、完全無料で1年ね、利用できるのは生存プラチナビジネスですんで、まあ、ひとまず一番おすすめなのはこちらになりますかね。はい。その次こっちみたいな感じですかね。簡単ですよね。はい。1年間無料で利用できますんでね。ということで今回ですね、成田空港第1ターミナルに、プライティーパスの対象のレストランがですね、 二つね、追加になりましたということで、解説させていただきました。先日ね、こちら、えー、羽田空港の、えー、第三ターミナルにある、えー、レストラン特典、非、えー、市場にね、あの、皆さん再生していただいて、本当にありがとうございました。やはりね、この、ま、あこちらね、羽田空港で、しかも国内線でも利用することができてしまいますんで、やはりね、利用される方かなり多いんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけれども、まあ、今回ね、成田空港にも第一ターミナルで追加になりましたということで、今までね、第一ターミナルに関してはちょっと数少なかったので、今回、ね 一気に2つ増えますんでねしかもね片方は、えー 制限エリア外っていう風になりますので、これはね、成田空港のね、国内線利用するときにも利用することができますので、これはね、めちゃくちゃいいですね。はい。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルケル診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することできますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ